てるよあーま作家の河野池と申します厳正なる選考の結果ナイスな新言語が決定しましたナイスな新言語はニャンニャンでありますニャンニャン

彼らの聞くところのその鳴き声の音をそのまま作りに取り入れて設けた字だと勝手に考えているのですが、その猫という字へ我々の感覚によって聞くところのニャンニャンという鳴き声を当ててしまうズうしさ、すがすがしさ、的確さを日本人の特色とみなし、新言語としてナイスであると判断いたしました。また昭和生まれ、平成生まれなどと、 生まれた年の言語によってこの国の人々は世代をカテゴライズし、えー、相手とコミュニケートする際の基礎的な条件を各ののが勝手にこしらえるものですこの池さんってルナ氏聞くんですか絶対昭和生まれですよねそうだよ君は平成生まれだったっけはい平成ボイス自分お前平成生まれだよねいや僕ギリギリ平成じゃないですね ににゃゃんん生まれですね人間は基本的ににゃんにゃんによって生まれるのです。男女間のにゃんにゃんが原因で生まれます。誰しもが皆にゃんにゃん生まれなのです。すなわちにゃんにゃん生まれという言葉を世代の一つとして導入することによって昭和生まれや平成生まれあるいは団塊の世代ゆとり世代といったレッテル貼りを相対化することができるのであります。 どの時代に生まれようが関係ないじゃないか。にゃんにゃんという言語は、世代間の対立概念を無効化し得るわけです。ナイスではありませんか。